フォトアドバイスチャンネルからの明けましておめでとうございます。はい、2018年明けましたね、はい、明けましたね、うんうん、どうですか、なんか取りに行った？あー、誕生日迎えてヤッホーってしてました。ちょっと迎えましたね。元旦の誕生日ですので、みんなお祝いしてあげましょう。プレゼントお待ちしております。こちらにMC の中島です。よろしくね、はい、プロフォトグラファー中村です。よろしくお願いします。お願いします。ね、ということで、はい、もう早速的な感じなんだけど、こんなとこに地球がある、ね、そう、こんなとこに黄色いボールがあります。どうしたんですか今日？そう、月食があるんですよ。なるほど。1月31日皆既月食。もうすぐですね。もうすぐです。だからちょっと今日はその月食を、まあ、皆さんね、まあ、晴れれば撮るいいチャンスじゃないかなと思って、はい、まあ、その撮り方というか、うん、まあ、お話をしていこうかなって思います。はい、まあ、月食っていうのは、まあ、ね、月が地球の影に入っちゃう現象であって、ね、わかる、ね、日食とか月食とか違いわかる？日食っていうのは2012年に金環日食っていうのがね、あったので、それを覚えてる方はね、いっぱいいると思うんですけど、日本で見るにはめったに起こんないんですよ。次は2035年だったかな、皆既日食日本で見られるのは。だからもうね、何十年って見れないパターンがあるんだけど、月食はまあまあたまにやってくるのね、うんうん、だからちょっとそういうの含めてお話をしていこうと思うんだけど、はい、わかりやすくお願いします。まあ月をね食べるとか言っちゃうんで、なんでどういう状態かって、はい、こんなところに LED ライトがあるでしょ。なんででしょう、こんなところに。ちょっと上の電気を一回消しましょうか。電気が消えたことで、でこれ太陽。太陽です。太陽ね、あずちゃん太陽のように眩しい。ああ、でしょ。まあ地球があるでしょ。でこう普段こう照らしてるわけじゃないですか。はい、ね。で反対側、こっち側っていうのは当然影になってるわけでしょ、うんうんうん、で地球があって、でじゃん月、ね、で月が、まあ、地球の周りをこうぐるぐる回ってるんだけど、うん、普段は角度がずれてるんでこうやってまん丸い満月が見えるんだけど、うんうん、これが正面なんていうのかな、3つ綺麗に並ぶと、うん、地球の影に完全に入っちゃうじゃない、はい、で地球の影に入っちゃうから、この3つ並んだ状態を月食っていう、こうなるとこれが日食。地球から見て月がこう太陽を隠しちゃうのが日食で、はい、こっちの裏側、地球の影に入っちゃって3つ並ぶのが月食で、今回そこの月食が起きるんだけど、でこっち地球の影でしょ、はい、で影なんで月が真っ黒になっちゃうのかなって思うじゃない、うんうん、影だから、うんうんうん、だけど真っ黒にならないで、なぜかこんなちょっと、まあ、これピンクで綺麗なんで、こういうちょっと赤っぽい月になるのね、うん、でそれを今回皆さんちょっとね、観察と撮ってみようかなっていう話。はい、なんで赤くなるんですか？赤くなるのはなんでかっていうと、影に入ってんだけど地球にはこう大気があるでしょ、この周りに大気、空気のところは光が通るじゃん。この空気のところの光を通ったやつがこうちょっと屈折して、うんうんうん、でその熱い空気の層が分厚いし、地球規模の空気だから、うん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 、そうすると赤い波長だけ残るのね、光の。難しいね、うんうん、そう、まあ、早い話がこっちの光は低いけど、うん、こっちになると赤くなっちゃうっていう。なるほど。青い光がみんなね分散しちゃって赤い波長だけ残るんで、うんうんうん、赤い月がぼんやりと見えるんですよ。うーん、面白いでしょ、月なのに赤いのがぼんやりと見えるんで、うんうん、でこの色はなんか大気を取ってくるんで、その矢のたび違うらしいんだよ。へえ、ね、その時の状況によってこのなんか赤さ加減が変わるんで、そういうのも含めて、うんうん、面白いんで、うん、ちょっとね、皆さん皆既月食があるんで撮ってみましょう、はい、挑戦してみましょう。はい、はい、では今度の皆既月食のちょっと日にちと時間の説明をお願いします、はいはい、かしこまりました。皆既月食は2018年の1月31日にあります、うん、皆既月食の月は赤銅に染まる月で、うん、写真に撮影することが可能です。はい、赤銅色っていうのは赤っぽい銅色っていうか、うん、まあ十円玉みたいなね色です、ちょうど、うん、なるほど、うん、になると予想されます、うん、なんかなってみないと分かんない、まあ多分そういう、うん、予想がその、はい、うんうん、2018年1月31日に今回の月食は比較的観察しやすい時刻に日本全国で皆既月食を観察することができます。月は
20時48分ごろに欠け始め、21時51分ごろには皆既食が始まります。食の最大は22時30分ごろ、皆既食が1時間ちょっとほどで、2月1日の0時12分に元の丸い月となります。ピークぐらいに撮ると一番そのね、あの尺度色の月が撮れるんで、まあ、あの月だけ狙いたい方はそのぐらいを狙って撮るといいと思います。この22時30分頃で、まあ観察したい方はもう最初からね、あの黄色い月の状態からだんだん欠けてくるんで、そういう状態から観察するしていくといいと思うし、あのまあ単にねその赤い月をね見たかい方はそのピークの時間あたりで、あのちょっと見上げてもらえれば、なんか空に赤い赤い赤っぽい何かが浮いてるか、何かがあれはみたいな、あのまあちょっとあの前回2014年にも一度撮りに行ってるんで、まあどんなものかなっていうのをあの見ていただくのに、ちょっとその時撮ってきた動画タイムラプス、タイムラプス微速度撮影で撮ったやつがあるんで、ちょっとご覧ください。でこの時はね、ちょうどスカイツリーと重なりそうだったので、あのちょっとスカイツリーというテーマで撮りに行って出ます、はい、でカメラを2台用意してるんで、あのドアップ そのタイムラプスと引きのタイムラプスが、でこれがそうドアップのタイムラプスで、こんな感じでだんだん欠けてくるんですよ。で初めはいつものように黄色いっぽい月 でこうね、あの三脚固定してこうもう月がこう動いていくところをね撮ってます、結構動くの早いんですね。そうでしょ、今見るとあれ、あそうそうそう、意外とこう見ると早いんなので、後で言うけどシャッタースピードなんかも注意しないと、あの意外とそうブレるっていうか、あのでこうやってだん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 ね、本当だ、欠けてきましたね、欠けてきて、だからあの面白いと思うよ、あのその初めから見てると、その欠けていく様も見れて、赤くなるの、でこういうふうにアップで撮ってもいいし、まあ、何か地上風景とねこういうふうに絡めてもいい、あのまあ高い何かあるところで撮った方が面白い。で今回ちょっと上なのかな、この時より、だから割とね、あの上なんで月だけ狙った方がいいのかもしれないね、高い位置で、そう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 、月自体も高いところで来るんでね、でこうやってもうほぼ欠けてきたでしょ、ね、ほぼね、ほぼほぼで欠けてくると、あのちょっとあの目が慣れてくるっていうのもあるんだけど、あのこうやってでこうほら、お赤っぽい赤銅色に、近いやつ、ね、近いね、でそのね、あの起きるたんびに違うらしいんで、大気の状態でね色が違うらしいんで面白いんだよね。なるほど、この時はこんな感じだった。でも不思議だよ、やっぱりあの赤い月がですよね、いつも見ているので、引きで見るとまたね、こういうなんか、そうそうそう、でこう、そうそうそう、でだんだんあのこの原因灯と重なるのを狙いに行ってたんであのだんだんこうね、原因灯と、そうそう、一番頂上と、おいい感じの位置に行きそうですね、いい感じの位置にする。でこの時にあの僕らはほらちょっと前からここに陣取ってたんだけど、なんか重なるぞって、急にドドドドドって人が来て、ちょっとね、なんかね、人いっぱい来て、ちょっとこう なんとなく、だからマナー守ろうね、あのね、あのグワーッと、ね、でもまあでもこんな感じで無事あのこの時は晴れて、ね、皆既月食とちょっとスカイツリーみたいなのがすごいですね、撮れました。いい位置にピカーンってきた感じで、ね、ピカーンってきた、乗っかっちゃった乗っかっちゃったぞ、乗っかっちゃった、ね、こうで、またラッキーなことにね、雲が怪しい日だったんだけど、これちょうど撮れて、でこの後また雲が出ちゃって、そうだから、戻っていく姿はあんまり見れなかったんだけど、でも撮れてよかったよね、タイミングがね、タイミングがね、あもう本当お天気ほらね、ちょっと雲が出ちゃった、結構雲出ちゃいました ね、だからもう天気次第なんだけど、まあ、みんな祈って晴天、かなり祈るでしょうね、これは、まあ冬場なんで割と、ちょっと確率はいいんじゃないかなと思うんだけどね、うん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 、はい、ということでね、まあ撮ってきた、ね、タイムラプスと、あとまあ写真、ね、写真を撮りに行ってるんで、一眼レフでタイムラプスを撮ってるんで、ローで撮ってるんで、その中から全部この写真を抜き出せるので、カメラ2台用意していきました。フルサイズのカメラと APS-C のカメラ2台で、より専門のカメラ、あの 月だけを撮ってるカメラと、ちょっとスカイツリーと月を絡めたカメラ、あの2台、2本三脚立てて2台のカメラで撮ってます、なので、今から出てくる写真は、まあ、引きと寄りが両方入ってます、はい、
で、まあ、引きの写真は、まあ、普通の状態、まあ、普通の状態というか、はい、あのいつもの月のね、まあ、そうそう、いつもの月の感じで、はい、まあ、あの夜景の撮り方と一緒です。はい、うんうん、で、月はさっき言ったように、ちょっと動くので、あんまりスローシャッターにはできません。まあ、1秒超えちゃうと厳しいので、うんうんうん、1秒超えないぐらいの意識で撮るといいです。で、明るい、まだこの黄色い状態の時は、結構早いシャッタースピードが切れるので、はい、いつも普通のように、撮っちゃって大丈夫です。はい、で、これが、引きの状態の最初のやつで、で、次ちょっと行ってみようか。はい、で、黄色いね、まだ、かけ始めなので、まだまだ、シャッタースピードも早めの、シャッタースピードが切れますし、うん、絞りなんかもあれだし、ISOもそんなに上げなくて大丈夫。うん、意外と月って明るいので、うんうんうん、これほら太陽が普通に反射してるものなので、はい、月自体は昼間の明るさと同じぐらいの明るさなんですよ。周りは真っ黒だけど、うんうんうん、月自体は昼間の明るさぐらいなので、シャッタースピードも絞りも結構速いスピードが切れます、はい、で注意は周りが黒いので、はい、露出系が黒いぞと思っちゃうからスローシャッターになっちゃうので必ずモニターで一回チェックしてください、うんうん、で補正をするかできればマニュアル露出お、うん、オートにしない。オートにするとカメラは周りの黒いとこばっかり見ちゃって黒いぞと思っちゃうので、うんうん、マニュアル露出にした方がいいです、はい、で、マニュアル露出にしながらして、モニターでチェックして、ねうんうん、撮ってもらえば、いいです、はい、でレンズなんですけれども、望遠レンズじゃないと大きく撮れません。はい、そうですよね。特に引きの写真はいいんだけど、せっかくだからやっぱりでかい月を撮ったでしょ、うん、はい、でこれはもう APS-C で 300mm で、それをクロップって言って、それをまた倍にしてる。倍？わかる？ね、ニコンにはクロップ機能って言って、はい、トリミング、カメラの中でトリミングして大きく写せる機能がついてるの、はい、でクロップにすると 300mm がフルサイズ 600mm 相当になるので、うん、そういう撮り方をした方が月が大きく撮れるので、うんうん、クロップ機能がついてるカメラはクロップで撮るのをおすすめ。はい、うん、クロップですよ。クロップですよ。うん、で、まあ300、まあ普通 500mm、600mm 持ってる方って少ないと思うので、うんうん、APS-C のカメラでクロップがついてれば 300mm でも結構撮れる。うん、まあこれもそういうね、で、明るいうちはそういう感じで撮っていけば大丈夫です。で、はい、いつも、まあ400と800もあれば、まあ400ぐらいで大体撮れると思います。まあ、赤くなってからもそんなに上げなくても大丈夫なんだけど、うん、まあ、これはあれで大丈夫です。で、次行ってみようか。はい。はい、で、かけてきたら、やっぱり周りが暗くなるので、ちょっと ISO か、絞りを調整していきます。で、これ、さっき言ったようにシャッタースピードで調整しちゃうと、月動いてるので、1秒超えちゃうとブレちゃうので、なるべく、可能な限りキープする。シャッタースピードはキープする感じ。はい、で、次行きましょうか。で、こういう、まあね、引きはまあまあそんなに大変じゃない。引きはね。引きはね。で、次行こうかな。はい、で、まあ、ね、カメラ2台撮ってるのは、こっち撮ったりこっち撮ったりとかするともう、ぐちゃぐちゃになっちゃうので、まあ、2台持ってる方は、2台用意した方が、はい、そういうね、引きとよりを両方取れるので、おすすめです。はい。うん。どうしても暗闇だし、1台のカメラで欲張っちゃうと、結構、大変なので、まあ、できなくはないんだけど、大変なので、あと、そうさ、三脚の話をしなくちゃいけない。雲台ってあるでしょ？はい。雲台ってこういうカメラ。できれば、自雲台の方が楽ちんかな。というのはね、上向くんで、普通のスリーウェイ雲台ってこれがほらこのぐらいしかなんていうのかなこのぐらいしか上がらないんですよほら、うん、そうすると高さがこう上向けにくい、うんうん、でこれで上向きたい人はこっち向けちゃう逆にえどうしてかなそうするとこうやってほらこうできるあなるほど使いにくいけどこうしないと上向かないんですよ、うんうん、ねそういうことか、逆側に向けとくか、うんうん自雲台を持ってる人は自雲台だとこう真上に向けられるか、うん、真上じゃないんだけど高い位置なんで、うん、三脚つけてあれで上だと慌てちゃうので、三脚によってはそんなにね上向けられないので、うん、まあこうやってつけた方が撮りやすい、はいね、慌てちゃいますね慌てちゃうか絶対そうそうあれみたいなねなっちゃうんでなりますね、うんまあ、三脚っていうか雲台の使い方で。で、なるべくしっかりした三脚の方が理想です。ブレちゃうね。そうですね。ね。で、ちょっと次行こうかな。はい。で、もうこんな。で、こうなってくともう暗くなってくるので、う
ちょっと磯を上げてください。はい、で絞りも若干、そんなに絞り込まなくても大丈夫なので、5.6 とか8ぐらいで取れますので、まあ、きっとズームなんかで撮ってる方はおそらく F5.6 なので、そのぐらいでもまあまあ撮れます。ただピントが難しいので、ピントもオートフォーカスで月に黄色いうちに合わせちゃって、黄色い月はオートフォーカスで合うので、でもテープかなんかで、こういうテープ、パーマセールテープっていうテープが、まあ、これがあれば便利だし、まあガムテープとかビニールテープでもいいので、もう無限円って、この一番その、なんていうのかな、月にピントがあったところに固定しちゃうと、オートフォーカスもう切っちゃって。ああ、なるほど。もう、そうそう、ここ突き取るときは、ここ、天体は、まあ大体そうやってね、オートフォーカスが効かないので、うんうんうん。で、明るい月のうちに合わせちゃおう、ちゃんと。明るいうちに合わせておいて、合わせちゃえば、暗くなってもピントの位置はもう同じなので、明るいうちに。月とほら地球との距離は変わんないし、もう無限遠って一番遠くのあれだから、それはコツだ。それをこの黄色い位置に忘れないように。重要ですね。そうそう、重要です。でこうなってきたら、もうそうやって一番まあメインのとこなので、そうやって ISO 感度を上げて、それで ISO を上げるとザラザラになるって不安になっちゃうんだけども、とにかくシャッタースピードを遅くしちゃうと月が動いちゃうので、それをキープできる ISO とシャッタースピードを選んでください。でこの暗さに関してはなってみないとわからないので、ISO いくつがいいよっていうのはちょっと今は言えない。実際見てみないと。実際のそのたんび違うので、ね、まあ、今回の時はこのぐらいだったんだけど、それを意識して、でこれもまあできればマニュアル露出で、時間1時間ちょっとあるんで、はい、ゆっくりで大丈夫なので、マニュアル露出でね、ちょっと合わせていきましょう。はい、で次行こうかな。でこうね、まあこれは今回またね、重なるとはちょっと場所も変わっちゃうんだけども、まあなんかと重ねたいかなと思った時はこうやってね、撮ってみると、まあ月だけで撮るのと違って面白みがね、増してくると思います。ですね。ね。はい、次行っちゃおうかな。で、まあ前景もね、前景カメラで、これはもう夜景の撮り方と一緒なので、三脚立てて、まあ縦位置でね、撮ってます。はい。面白そうでしょ。ですね。基本はじゃあシャッタースピードは、変えない、明るさによってあれだけど1秒を超えないように、暗いからって言って、夜景のように2秒とか3秒を切っちゃうと次はこうブルッてブレちゃう、特に望遠なので、飛行機とか電車撮ってるわけじゃないんで、500分の1とか1000分の1はいらないんだけど、まあまあまあその月が動いてるよっていう意識しながらのスピードで撮るといいです。それがポイントで、露出は、そうやってでブレないスピードを選ぶことと、オートだとちょっと難しいので、マニュアル露出で、本当に時間がねそんなに、あるので、ゆっくり、三脚も構えてるし、ちょっとじっくり、そういう練習も兼ねて、で何枚か撮っとけばいいと思うので、ISO だけ変えちゃうとかね、1枚撮って ISO だけ何枚か変えて撮っちゃうとか、そういう撮り方もできるので、初めて撮る方はゆっくり撮っていけば、焦らず、取れると思います。はい。ね、晴れることを祈って。そうですね。1月31日。1日。はい。ね、まあ寝る前に撮れるので。確かに。そうそう。まあ家のベランダでもいいだろうし、でこの時は川の土手行ったんだけど、まあどっかね抜けのあるとこがあったらあれでも撮れるし、はい、まあ公園なんか行ってもいいと思うし、ぜひぜひ天体ショーをね、楽しんでいただければと思います。はい。続いては質問のコーナーです。それでは早速質問を読んでいきます。はい、構図について質問させてください。池への映り込みが綺麗だったので撮ってみたのですが、橋が入っているのと入っていないのとで迷いました。どちらがいいのでしょうか。また橋の上に人がいなくなるのを待って撮っていますが、人がいるのもありなんでしょうか。よろしくお願いいたします。まずお写真を拝見して、はい、まあ、ご質問の意図と含めて、撮りたかったものは何か、主題は何かっていうのはまず大事 で、はい、で必ず撮るときにこういう構図って結構なんか入れた方がいいか入れない方がいいかって、っていうのは風景なんかだとねよくあると思います。はい、僕なんかもまあないと言ったら嘘になります。ね、入れようか入れまいかで、一つはその撮るときに主題は何って自分のこう心にちゃんと問いかけること。主題は何。もう一つは入れるか入れないか迷ったときは、もう写真は引き算なので迷った時点でもうなしです。
迷ったら入れない。そうそう、入れるか入れないか迷ったっていうのは、ああそれも迷ってるんだから入れない方が正解。でどっちもいいっていう時あるでしょ。まあどっちもいいと思えばもうそのどっちもいいというその構図の主題なので、うんうん、入れて取っていいと思う、うんうん、はい、うん、だからもう自分の取りたい主題というのをちょっと心に一回問いただすのと、うんうん、迷ったら引き算が先なので、写真の構図っていうのは引き算を先に持ってきた方がいいので、うんうん、引き算した方がいい、はい、もう無駄だと思うのはどんどん引いちゃう、うんうんうん、でまあいろんな風景に限らずいろんなね、何でも写真の構図とかあれはそうだと思うんだけど、はい、もういらないと思ったものはどん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 抜いてってしまった方が結果、うんうん、やっぱり主題が分かりやすくなるし、うんうんうん、良くなります、はい、ね、で迷わないでどっちもいいと思った時はその一つあれして、はい、入れちゃっていいです、はい、でもう一つはその端をもし入れた方がいいと判断した時は、これも主題がもう池の水面が綺麗なのでって言ってたわけじゃん、はい、それは橋を入れてしまうとその時点でもちょっともう主題が入れ替わるんですよ、うん、そのもうちょっと広い池の映り込みから橋とか、そうそうそう、池の映り込みというあれなんだけど、今度そうすると橋を入れた全部の風景が主題っていう考えになるじゃん、うんうん、風景の場合はね、だからもう主題がそこで入れ替わるんで、だから主題はって一回こう、うんうん、決めた方がね、問いただしてみた方がいいって、はい、でもう一つは橋の上の人ね、ご本人ちゃんと注意してて人がいない状態で撮られてるんで、ね、大丈夫なんだけど、みんなよくやっちゃうのが、なんか橋の上をちょうど赤い人が歩いてたんでポイントになってると思って撮りましたとか、うんうん、はい、なんかそういう風に撮っちゃう方が多いんだけど、うんうん、これは今度はせっかくその主題をこのね風景にしてたのに人が入ることによって、うんうん、その人が今度主題になっちゃうわけ。写真的にはやっぱり人は人をこう見てしまうので、確かにもうそこですごい主題がもうガラッと入れ替わってしまうので、うんうん、言ってしまうと水面に映ったところが綺麗だと思ったやつをちょっとこう広く打って橋も入れちゃおうかなと思って、うん、そこで人が横切ったなんてなっちゃうと、うん、もう完全にその初めのその水の水面の橋さんがどっか行っちゃって、はい、人が主題になっちゃうんで、そこだけね、自分の撮る前の気持ちというのを、ね、しっかりするといいです。で、その人を入れるときは人は入ってもいいんですよ。もしあれだったらそれが主題になるという考えで撮れば、はい、うん、ただその単にその赤い人がポイントになったからとかじゃなくて、うん、ちゃんと合うこのシチュエーションに合う方だと、うん、それはそれでね、うんうん、いい写真になるじゃないですか。例えばこれ神社なので、はい、例えば巫女さんですとか、うんうん、ね、そういう似合うシチュエーション、まあ、その場にこう合う、そうそうそう、まあ巫女さんじゃなくて、まあ、いろんなパターンがあると思うんだけどね、はい、犬を連れたおばあちゃんとか、まあ、うんうん、お子さんとかそういうんであれば、それを主題という考えの中の、うん、風景写真も、風景というよりまあ広いポートレート、うんうん、ね、ポートレートになっていくかもしれないんだけど、で例えばね、去年大分に行ってお城を撮ってきたんですけど、はい、うんうんうん、でこれお城を撮ってて、これはもう主題がお城なので、うん、はい、そうですね、お城じゃない、うん、ただまあお城だけだとなんとなく寂しいので、うんうん、ちょっと雰囲気のある着物を着た人たちがやってきたんですよ。はい、やってきた。でそれはもう気持ちを切り替えて、これはもうお城じゃなくて、うんうん、その前回の中でこの着物を着た方々という主題で撮るっていう、もう気持ちを切り替えちゃう、うん、二通りの写真として、そうそう、うん、そうそうそう、だからとにかくね、主題は何って思う、うん、あれすることと、人を入れるんであればその雰囲気に合った人を入れる、うんうん、でもしそういう方々が撮ってキュッて来た時はもうそこでもう気持ちも切り替えちゃう、うんうん、切り替えて撮る、そうそうそう、撮るっていいです、うん、はい、原則余計なものは入れないっていう、ね、人は人入れるのは難しいよ、難しいですよね、やっちゃいがちだけど、うんうんうん、うんうん、で待ちましょう。あとは写真って待つのもテクニックの一つなので、うんうん、まあ時間がないね、バスが時間がとか電車の時間があったらしょうがないんだけど、うんうん、できれば粘るのが、うん、まあ写真道というか、うん、もう粘りますよ、粘りましょう、そうそうそう、うん、人がいなくなるのを待つっていうのも、うんうん、大きなテクニックなので、もしそうやって橋の上に中途半端な人が歩いているんであれば、うん、もうそれはね、気をつけて入らないように撮るといいです。はい、というわけで今回は1月31日の皆既月食、はい、うん、そして質問コーナーにお答えしてまいりました、はい、ね、はい、ということでちょっとね、月食も楽しみで、はい、うん、望遠レンズで撮りますけどね、あ、望遠レンズ、うん、そうね、そうそう、今度望遠レンズの実践講座っていうのを今年計画しているので、はい、まあ、月以外の風景ですとか、
望遠レンズでどういったものを撮るのか。あ、でもね、月も撮る。月も撮る。月とそのね、地上風景の関係とか望遠レンズが面白い、効果があるんで、圧縮効果っていうのがあって、うん、そういうのが撮れるんで、うんうん、ちょっと講座の方もね、今年、やっていくんで、望遠レンズ、レンズシリーズで、そうそう、来たぞ望遠みたいな。そう、来たぞ望遠。いや、結構面白い。なんとなくね、望遠レンズで切り取るレンズなので、まあ、こう、ちょっとね、それかなと思ったけど、そうじゃなくて、やっぱ奥が深くて、面白いレンズなんで。うん、予想がつかないから、なんか面白そうですね。面白いね。うん、ぜひ、あずちゃん。変えたら買います。でも標準レンズから頑張らないね。そうですね。標準レンズを、ね、そうマスターした人がこう、いろんなレンズを使いこなせるシリーズなので、でもマクロ広角もやって、マクロやって、それで、今度、望遠レンズっていうのをちょっと、段階を踏んで。今、絶賛撮影中っていうか、おーな、そうそうそう。気になる。気になるでしょ、はい、そうそう。あと、気になるって言えば、さっき大分の、お城の、あれはメンバーシップっていうので、メンバーフォトアドバイスのメンバーシップ動画っていうので、うんうん、全部撮ってるとこが見れます。道トリップっていうコーナー持ってるんですね。道トリップ、道とトリップをかけたね、道トリップ。わあ、それが見れるんですね。でもぜひ、ね、よろしければメンバーシップで見れる。うん、望遠レンズとメンバーシップは今年はちょっと頑張っていろいろね、頑張って自分企画なんで頑張ってやっていきたいと思います。はい、はい、それで犬同士なんで皆さんね、よろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。